生きてる価値あるのかねって。そんなにひどい言葉かな。だって生きてる価値なんてなくっても全然生きていていいんだから。全ては言葉だけの問題、どんな言葉にも何一つ罪はない。ただ表現の差があるだけのこと、自分を大切にするってことと自分を過保護にするのは全然違う。本当に大事なことは目には見えないものなんだぜ。死ねと言われたらそんな素直に聞き入れて、死んでいたら命が何個あっても足りないぜ。自分の意思ってものがないのかね。たった一つの命もっと大切にしなきゃ。全ては人間様のために、極端に言えば人間だけのために、ただそういう世界に生きていく。自分を大切にするってことと自分が好きだってことは全然違う。いい年こいてまだ見えるものだけ信じてるのかい。死ねと言われたらそんな素直に聞き入れて、死んでいたら命が何個あっても足りないぜ。自分の意識ってものがないのかね。たった一つの命もっと大切にしなきゃ。死ねと言われたらそんな素直に聞き入れて、死んでいたら命が何個あっても足りないぜ。自分の意識ってものがないのかね。たった一つの命もっと大切にしなきゃ。たった一つの命もっと大切にしなきゃ。たった一つの命もっと大切にしなきゃ。